足元救われないでよ。ブラッドアライアンス？じゃあなさそうだな。あれが曲がりの剣だよ。あの人、レイドントリデで見かけた人ですよ。あ、そういや見たな。なるほど、あいつがお前んとこのリーダーか。一人でやろうってのか。あいつ、とどめの一発か。あれはフェイタルストライクだよ。フェイタルストライク、熟練した剣の使い手なら使えるスゴ技だよ。どうやるんだ。どうやるって僕は分かんないよ。相手にうまく攻撃を加えることで敵の体勢を崩していき、その隙に術技を打ち込んだ後、相手にとどめの一発を打ち込む戦闘技術のこと。それも前に本で読んだ知識？まあ。なるほどね。言うは安いが、なすはがたしって感じだな。あんた、本当は戻りたいんでしょ？そんなの。え？カロル、戻ってしまうんです？戻んないよ。魔物狩りには飽きたからね。戻らないじゃなくて戻れないんでしょ。クビって言われてたし。違うよ、もともと出ていくつもりだったんだから。そう、ま、いいんじゃない。だからみんなと行くよ。じゃあ改めてよろしくお願いします、カロル。それにしてもあいつら、あんな大所帯で何する気なんだ。
さっきの魔物が目的なら一人で十分ですもんね。こんな人数が集まるの今までに一度もなかったよ。そうなんです。うん、みんな群れたがらないから。オスたちがいるなんて相当のことなんじゃ。ますますうさんくさい。あとつけてみる？いや、それも楽しそうだけど、ここは先に行く。ユーリが探してるのはブラッドアライアンスの方ですもんね。ああ、あいつらとことを構える必要はないんでな。さっきのやってみるか。さっきのって何です？フェイタルストライクってやつ。そんな簡単にできるものでしょうか？やってみないと分かんねえだろう。どうやってだっけ？最初は相手の体勢を崩すような攻撃をしていくんですけど。よし。ユーリ？ストーハー！見えたぜ。見えたって何が？一点突破の敵の隙ってやつだよ。まあちょっとしたコツは必要だけど、そう難しいもんでもないぜ。俺のやつ見てるうちにみんなもできるようになるんじゃないか。さあ行くぞ。爽快だな。ユーリすごいです。ほらどう？堅牢なる守護バリア。リベンジなら受けて立つぜ。これは。一丁やるか。本気出しちまったな。こんなんで満足しない？
きそびれてたんだが。私ですか？どうして鳥向こうで帝都に引き返さなかったんだ？どうしてって。そっか、エステルはフレイに狙われてるって伝えたかったんだもんね。ああ、あの時点でお前の旅は終わったはずだろ。それはその。ねえ、そういえば結局フレンって誰に狙われてたの？そこまでは。ラゴーじゃないの？え、あの悪党。ヨーデルはラゴーの船にいた。ヨーデルは皇族ってやつだ。だから本当はフレンの任務はヨーデルを探すことだったんじゃねえかなってことさ。なんで同じ帝国のお偉いさん同士がそんなことになってんのかは知らねえけどな。ごめんなさい、私にもよくわかりません。ま、いいさ。それよりエステルの話だ。戻らん。そうですね、私トリム港からそのまま勢いでついてきてしまいました。多分私もう少しみんなと旅を続けたかったんだと思います。だから、それにブラスティアの子はまだ取り戻してませんし。それはそうだけど、それは俺の目的だよな。ダメでしょうか？じゃあまあついてくるといいさ。ありがとうございます。無理することもねえだろう。休憩して様子見すっぞ。一体何なのかしら、ここに来てから急に。こんな時に魔物に襲われたら大変だね。そういうこと言ってると本当にやってくんぜ。あ、ユーリ。行き倒れになんなら人の多い町ん中にしといてくれ。俺面倒見きれないからな。はい、ありがとう。まだ大丈夫です。これエアルだ。え、エアルって目に見えるの？濃度が上がるとね。そういや前にエステルが言ってたな、濃いエアルは体に悪いって。はい、濃度の高いエアルは時として人体に悪影響を及ぼす。クオイの森でもぶっ倒れたからな。へえ、そんなことが。こりゃ引き返すかな。でも傭兵団がいるかまだ確かめていませんよ。いや、まあそうなんだけど。行きましょう。このブラスティアがドアと連動してるみたいね。どうやって開けるの？ご丁寧にパスワードを入力しなきゃダメみたい。壊しちまった方が早くねえか？無理に解体するのは危険よ。開かなくなるかもしれないし。あ、なんか出てるぞ。ここに何か文字を入れればいいのかしら。文字って言われても。こりゃなんか手がかりがないと開かなそうだな。
この町は後期エリカズム様式の建築ですね。もともと古い町だったんですね。相変わらずそういうのは得意だな。こんな風にして壊れてしまうなんてもったいない。ねえ、あたしらこんなカビ臭い場所をゆっくり観光してる場合なの？確かに俺たちやんなきゃいけないことあるしな。そう思うなら目的を持って行動した方がいいわよ。あの丸い屋根は皇帝ヘリオルス妖精が考案したルリアン式です。その前にあれ、なんとかした方がいいわね。だな。足引っ張んないでよ。攻撃ファーストオーダー。何時の成長を他の者に与えるエンジクラッシュ。ファーストオーダー。ゾハ攻撃次どいつだ。ここへ、はい、聖なる風。ここへファーストエイド。それでいい。あんたのボディブラスティア綺麗ですよね。相変わらずエステルは町に興味津々だね。おい、あぐれるなよ。大丈夫です。建物はボロボロだし、外は草がボーボーだし、実際歩いてみると結構ややこしいからな。町の先が見えてるのに道が閉ざされてたりしてるからね。あれ、エステル横道それちゃいました。はぐれるなって言ったばっかりなのにな。あんたらも気をつけてよ、迷いやすいんだから。ごちゃごちゃうざ。全部ぶっ飛ばす。あどけない水の不安な。ゾーハ攻撃。聖なる活力。聖なる活力。攻撃のつもり。ファーストエイド。聖なる活力。聖なる活力。ファーストエイド。来やがれ。どうやって音と
来やがったな。Thank you.
したらごめんなさい。余裕。俺に勝つのは100年。ちゃちゃっと終わらせようぜ。どうだ、ガオー撃。サイレントゼロ。楽できたな。力が湧いてきました。リベンジなら受けて立つ。こんなもんだな。来やがったな。勝利の雄たけび。こんなんで満足しない彼は。
足引っ張んないでよ。ドーハ、ガオー撃。辛くなき水の戯れ、シャンパーン。ドーハ、ガオー撃。俺に勝つのは100年早い。全身に力が。私を働かせる気？こんなもんだな。一丁やるか。ドーハ、ガオー撃。次どいつだ。なかなかやるじゃない。次どいつだ。本気出しちまったな。
余裕。戦い足りねえかな。水が浮いてる。あのブラスティアの仕業みたいだな。多分この異常も。あれ、エフミドやカプアノールの子に似てる。壊れてるのかな。ブラスティアが壊れたらエアル供給の機能は止まるの。こんなふう。じゃあ一体。わからない。あの子何をしてるの。これ魔物の声ですか。魔物。病人は休んどけ。ここに医者はいねえぞ。でも。結界が破れるぞ。大丈夫。あれは逆結界だから。逆結界？魔物を閉じ込めるための強力な結界よ。簡単には出てこられないわ。でも何このエアルの量、異常だ。こりゃやばいかな。なんか消えそう。リタ？待っててね。今すぐ直してあげるから。俺様たちの優しい忠告を無視したのはどこのどいつだ。悪いな。こっちにはおとなしく忠告聞くような優しい人間はいねえんだ。なるほど。で、なんだ。クビになったカロル君もいるじゃないか。エアルに酔ってるのか。そっちはかなり濃いようだね。ちょうどいい。そのままおとなしくしていろ。こちらの用事は。大口叩いたからにはヘッドは最後まで面倒見ろよ。途中で捨てられると迷惑だ。
ダモノはケダモノらしく我が手でほふってくれるわ。まず俺を倒せってことらしいぜ。面白いじゃねえか。ベテラ、こんな魔物は初めてです。結局ペットの面倒みんなは保護者に回ってくるのな。
れば。でけえ魔物。あれ、ガキンチョは？全ての魔物はな、俺様に殴られるために生まれてきたんじゃ。師匠、危険です。極上の獲物を前に命が惜しくて逃げ出せるか。Thank you.